はい、じゃあ、クリムさん、開けてきてと思います。今日はですね、スネイルゲームズ周りがなんか怪しいというか、なんか騒がしいぞということで、CEO がなんと、この度退任して、新しい CEO が就任しました。なので、そこら辺含めて、最近のちょっと、どうした、何が起きているスネイルゲームズっていうのはですね、やっていきたいと思います。という感じで、本日も記事いきましょう。1つ目、CEO の交代。2つ目、どうなるスネイル。で、最後にそれを踏まえて、まとめという形でやっていきたいと思います。という感じでですね、まず最初は CEO が今回交代しましたというニュースになってます。で、この CEO が交代したニュースね、全然なんか、なんて言うんだろうな、そのニュースとして出てきてなくて、アークを追っている海外の、なんていうの、有識者、アークの好きな有識者の人がニュースとして出したみたいな、ツイッターでね、なんか、読めたらしいよみたいな、新しい CEO が来るらしいよ。っていうような話が出たんだよね。で、まあ、ざっくりどんな感じになってるかっていうと、今 CEO だった人がですね、これ何ていうのかよくわかんないんだけど、ジム・エス・ティサイっていうのかな、ちょっとね、全員中国系とかシンガポール系の、そう、中華系の名前だから、ちゃんと読み方がわかんないんだけど、とりあえずその人がまず今回辞任しましたと。で、これは2024年4月15日付で辞任と。で、新しく来る人が2人いるんだよね。共同の最高経営責任者っていう形で、CEO2 人体制になるんだけど、それがハイ・シーっていう感じ。ちょっとなんていうか、ごめん、これもね、多分漢字で書いてあるとより分かりやすいと思うんだけど、ちょっとそのアメリカのね、あれだから、ローマ字で書いてあるからちょっとね、分かりづらいんだけど、で、もう1人が、もうこれマジなんて読むか分かるんだけど、シャンドン・トニー・ティアンわかんない、これもね、なんかわかんないんだけど、その人が2人新しく入ってくるという形になってます。で、これがですね、今回のニュースになるんだけど、じゃあこれどういう影響があるかとか、どういう意味合いで CEO が変わったのかとかっていうところになるんだけど、そこら辺をちょっとね、深掘りしていきたいなというふうに思います。まあ、普通に一番そのトップが変わるからってことは、基本的には、まあ、なんか戦略的な変更があるとか、一つのサイクルが終わって新しいサイクルに入るとか、まあ、あとは元々の CEO の個人的な理由、なんか病気になっちゃったとか、なんかいろいろあるじゃんっていうところだと思うので、一体どういうことがあって、アークにはじゃあどういう影響あんのよみたいなのを、みんなとちょっとね、見ていきたいと思います。で、まあ、早速どうなるスネイルっていうところに行きたいと思うんだけど、これ今回ね、ポイントとしては、あんまりね、俺もね、そこまでスネイルのそのなんていうの、取締役会の人たちを知っているかというとそうでもないから、いろいろ調べてみて、リンクトゥインっていうのがあるんだけど、それで調べてみたんだけど、まず分かったことが、そもそも今回辞任するジムさんっていう人、今回辞める人に関しては、2014年からスネイルの会社にいて、グループ会社にいて、で、一時期は5、6年ワイルドカード のアークを作ってる本丸のとこね、アメリカの会社 の CEO もやってたらしいです。なので、結構ですね、なんていうかな、アーク関連に関わってる、しかもその2014年とかぐらいからスネイルに入ってるから、スネイルができたのが2000年らしいんだよね。なので2014年っていうと、おそらくアークとかを買収してみたいな感じのタイミングなのかなっていうところで、そのゲーム関連ガチで結構乗り出すタイミングで来てるらしくて、この人、そのなんていうかな、パーフェクトワールドっていうなんかカンビみたいな、昔の MMO ブームの時にちょっとなんかバンって出てきた綺麗なグラフィックの MMO だよみたいなゲームあるんですけど、俺はちょっとね、それやってないけど、MMO 全盛期に MMO やってたから知ってるんだけど、そのゲームをなんかやってた偉い人らしいです、そっちの会社ので。そっからスネイル系統に来たみたいな、スネイルに入ってそっからワイルドカードの CEO を務めたみたいな人らしいです。で、そっから CEO がスネイルの方の親会社の CEO に変わって、ずっと今まで辞めるまでCEO やってたっていう感じらしいですね。で、これがね、今の辞める人なんだけど、新しく就任する人はそのハイ・シーっていう人がいるんだけど、この人そもそもなんていうのかな、創設者っていう感じなんだよね、スネイルので。もともとその今回辞めた人が就任するまでスネイルの CEO だったっていう人なんだよね。なので、結構あんまり内部的に変わんないのかなみたいな感じの、矢面に立つ人を
入れ替えたみたいなイメージなんですね。でさらに言うと今回辞任したジムさんっていう人、今回辞める人がワイルドカードからスネイルに移ったのが、そのワイルドカードでアークの ASE から ASA に変換機のタイミング、まあ厳密に言うと ASE からアーク2に変換しようとしてたんだけど、うわー無理ってなって ASE から ASA になったみたいな、そのカオス期をスネイルゲームズのトップとしてさせられていたっていう感じになってるから、これ実はもしかしたら結構内部でのスケープゴートというか、ちょっと分かんないけど、なんか単純にもともと作った人が返り咲いたわけだから、ちょっとヤバそうな時期のなんていうの、矢面に立たされる人っていうのを、あこの時期多分絶対まずそうだから、とりあえずなんかスケープゴートでワイルドカードの社長やらせといたやつを、まあやっとけみたいな感じでやったんじゃないかなっていうような邪推とかもあったりする、まあ、2000年にできた頃からずっといる人で、さらに言うとその辞めさせられたというか、わかんないけど辞任したジムさんは2014年から途中から入ってきた、まあ、一応ちょっとした新参の人なので、まあ力関係で言うと今回返り咲いた人の方が、まあ、多分あるわけなんですねなのでそこを考えると、あこの時期ちょっとやべえなみたいな、あなんかワイルドカードで社長やらせといたやついるよなみたいな、 あいつさスネイルの社長に置いてさ、とりあえずまああれじゃないみたいな、 ASA にちょうど転換期だから、なんかぐちゃぐちゃってなって多分安定するまですげえ文句言われてやばいと思うから、多分炎上すると思うから、そこら辺あいつにやらせとけよみたいな感じで、ちょっとさジム呼んでこいよっつってジムにやらせとけっつってさせられた可能性もあると。で結局これね、結論から言うとそんなに全体的なアークの運営とかアークに対しての何かしらの、まあ、その悪い影響いい影響っていうのはまあまあ変わんないっていう話なんだよね。っていうのもその内部で人事をいじくり回してるだけっていう感じだから、まあその新しい人が1人 CEO で共同のところで1人入ってきたけど、全体的にはその多分一番偉い人っていうのが返り咲いただけだから、あんまり意味ないんじゃねっていう話になってるんですね。っていうのが結構あって、まあ、やっぱりそこら辺のスケープゴート説があったりするんじゃねっていう風に言われてて、でまあみんなね海外ではどういう反応なのかなっていうところで X とかのリプランを見てみたんだけど、まあ概ねなんか否定的だったまあ嫌われてるからね、もともとスネイルはやっぱチートトライブとか作ってるから、なので結構なんかまあ良くないよねみたいな、まあ良くないよねっていうか、結局その現状変わんないからなんか別に大してあんま意味ないっていうか、まあ微妙だよねみたいなっていうところで、その俺らにとってアークユーザーにとっていいプラスアルファのポイントとしてはならないよねという感じで、ちょっとこれだったら別になんか微妙だよねみたいな。で面白かったのがなんかマイクロソフトさんどうすかみたいな感じで、なんか日本と同じような感じなのかなみたいな、海外の方もっていう感じで、マイクロソフトさんに買収を願う声とかも普通にツイッターのリプランとかであったので、ちょっとそれはそれで面白いなというふうに感じたので、まあ、そういったところでちょっと今回に関してはまあいろいろね、ちょ分かりづらいんだけど、登場人物も名前も分かりづらくてあれなんですけど、まあ結構その内部でいじくってるだけで、もう本当に結構同じ学校でいうとクラスの中、転校生は一応一人来たけど、実験はほぼほぼ同じ3年1組みたいな、同じクラスの中でぐるぐる回してるみたいな感じなんで、そんな大して変わんないで、まああえて変わったことを言うと、さっきみたいな感じで矢面に立つ前面に一番最初に名前が来る人が変わったっていうところで、まあとりあえずさ DLC も出て、でいい感じにそのなんていうかな、決算発表でまあまあいい感じではなかったけど、とりあえず ASA が結構なんていうの、売れましたみたいな記録は出たから、その中でまあちょっとねそろそろ ASA 安定してきたしみたいな、さっき言ってた通りじゃあちょっとまあ矢面に戻りましょうかみたいな感じになってる気もするから、まあ、ちょっといけてないかなって思ったりもするし、あとは、まあ、その X で俺ちょっとポストもしたんだけど、なんか新しいゲームを出すっぽいんですよスネイルが。なのでそこでもしかしたらなんていうかな、名誉というか
多分メンツ的なもので結構あれしたいのかなみたいな、なんかそういうのあるじゃんなんかねという感じなので、ちょっとなんか日本にはあんまりないようなその、まあ、ヤクザじゃないけどすげえメンツに厳しい、そのなんていうの、あの中国文化とか、あとはわかんない海外のアメリカ文化とかはよくわかんないんだけど、そういうのも言われてるから、まあ、そこら辺のメンツの面で自分が前面に出てる時に出していい感じにしたいっていうのがあったのかもしれないね。まあ、じゃあここら辺はまあ予想の範疇でしかないから、まあ、実際まではわかんないんだけど、まあ、そういった形で結構ですね、なんて言うんだろうな、若干その腹黒い経営というか腹黒いなんかやり方がちょっと見えてるよねっていうのはまあ思ったりするので、まあなかなかねこれ怪しいなっていう風な感じでまあ思われちゃったりもするっていうのも、まあ最初にも言ったんだけど、普通 CEO が変わるっていうのは理由が必ずあるから、やっぱりその戦略的にこの CEO ではダメだというところで、まあ、例えばさ、すごい有名な話だとアップルのスティーブ・ジョブスが一回追い出されてで戻ってきてみたいなのがあったりしたじゃん。ああいう風なところになると思うんだけど、まあ、ただその戦略的にどう変わるかっていうのもなんかちょっとよく分かんないし、今回の人事 でさらに言うとサイクルの終焉っていうわけでもないし、むしろサイクルが今から切り替わって始まってだいぶ、走ってきて序盤ね、で、どんどん新マップ出していくぞっていうフェーズになってきてるし、で個人的な理由でも特にないっぽいし、でさらに言うとそのニュースでいろいろ、なんていうかな、取り扱ってないというか、その普通プレスリリースでこうなりましたとか出るんだけど、そのニュース系が全然出てない、なんかひっそりなんかの報告書にちょっと書いてあるみたいな感じだけなので、そこら辺を考えると結構ですね、あなんかちょっと怪しくねみたいな動きが、なんかこそこそやってなんかちょっとあんまり知られたくないムーブしてるよねっていうところもあったりするので、まあ、そんな中で、まあ、とりあえず今回はCEO が変わってきましたよというのが海外からニュースとしては入ってきたので、一応ねもしかしたらこれがトリガーで、まあ、数ヶ月後あこういうことだったんかみたいな話になるかもしれないなというふうに思ったので、まあ、とりあえずね今回はちょっと変わったというのとちょっと怪しい雰囲気だよねっていうのをですね、とりあえず第一報としてみんなとね共有しとこうかなって感じでした。というところで最後にこれ踏まえてまとめやっていきたいと思います。まとめとしてはね、4月15日付で CEO 変わりました。で、まあ変わったタイミングが結構ですね、あれなんですよね、決算が2023年の決算ができた後なんで、まあここら辺を区切りにしたのかもしれないよねっていう感じで、人事の中身としては今回そのジムさんっていう人が辞任したんだけど、それ辞めた人は辞めるんだけど普通に役員には残るっていう経営陣には多分残るって感じで書いてあったので、まあ、結局なんかそんなに変わんないで、新しく2人が共同 CEO という形で来るんだけど、1人は全く新しい人なんだけど、まあ、結構経験豊富な人らしい。でもう1人がそもそもずっとスネイルの CEO やってた人っていうか作った人になるので、まあ、結構そこら辺はね中身の内部でぐるぐる人事回してるみたいな、町内会の役員の役回りじゃないけどぐるぐる回してて、そう外部の風というかそういったのが入んないから、まあ、そんなにっていう匂いもするし、まあ、結局新しい人来てますけど同じ中国系ですし、アメリカ系とかインド系の人を持ってくるわけでもないし、なので、まあ、そこら辺を考えますと、まあまあまあ同じなんていうんですかね、ほぼほぼ形というかファミリーの中でやってるみたいな、クラスの中でやってるっていうようなノリですね。ただまあやっぱりさっきも言った通り CEO を変えるっていうのは、まあ、そのなんていうかな、学校の例えばその保健委員とか体育委員とかそういったものを変えるような気軽なやつでもないから、基本的にはしかも上場企業だからある程度の何かしらの目的があるんだよね。なんだけどその目的が今かなりアメリカでもぼやっとしてて、これ何のためみたいな、何のこのしかもよく分かんないタイミングでみたいなっていう感じでみんな思ってるから、まあ、もしかしたら思ったより ASA が売れなくてみたいな伸びが悪くて変えたのかもしれないし、であまりにも炎上したから ASA の時ね、なんていうかな、 ASE から ASA に切り替わる時炎上回数がマジ半端なくて、結構そのマジな炎上が多かったのね
その今までの ASE 時代の笑って済ませられる話じゃなくて、おわーみたいなガチの海外の、なんていうの、本気のアークユーザー、熱が高い人たちが怒ってるタイミングが本当に多かったので、2022年とか3年は。なのでそこら辺を考えると、まあ、それの対策のために変えたのか、まあ、もしくはそういった炎上とか初動の、まあ、手こずり加減、 ASA に切り替わるそこら辺の手こずる感じを理解してて、そこら辺の矢面に立たせるのを自分じゃない人にしてスケープゴートにして、でいい感じになったら、なんていうの、料理を作る段階のめんどくさいところは新入りに任せて、完成してお客さんに出すとこだけ、まあ、いい感じのとこだけ自分がやるみたいなっていうのを、まあ、やろうとしているのか、まあ、どっちかかなっていうところなんで、とりあえず今回は変わったんだけど、明確なニュースとかそれ理由がまだ出てないからちょっと分かんないと。なので、まあ、ちょっとこれは一応第一報目として、数ヶ月後とかに、まあこの役員の変更ってこういう意味合いだったんだねみたいなっていうのが分かってくるんじゃないかなっていうところなので、一応ねちょっと気に留めていただくと、まあ次のね、なんかニュースが出た時に分かりやすいかなっていう感じでね、今日はこの辺にしておきたいと思います。で、まあ別に俺経営詳しいわけじゃないから、ぜひね、なんか英語のソースしかなかったし、英語詳しい人とか経営詳しい人とかいましたら、多分こんな理由じゃねとか、こういう意味合いじゃねとかね、コメント欄でいろいろね教えていただけると嬉しいなって感じで、今日はこの辺にしておきましょう。やっぱね、今回の内容ね本当に分かりづらいから、ポジティブかネガティブかどっちの意味合いかね、ちょっと分かりづらいっていうところもあるので、本当にね数ヶ月後結果が出るかなっていうところで、まあ、とりあえずねどうなっていくか見守っていきたいなというところで、とりあえず俺らはねセンターのシャッサですよ。どうなるかね、6月に出る予定ですけど、まあちょっとね1回出して引っ込めたセンターなんでね、ほんとシャスタいい感じに出てほしいなというのと、あとはラグナルクの新恐竜もう出てるけどどうするんだろうみたいな、はい思ってますという感じでね、今日はなんとスネイルなんかこっそり CEO 変えてますけどっていうのをねやってまいりましたのでね、ぜひね皆さんもね何かあったら教えてください。でケジュアルゲームはですね、こんな感じでアークの動画結構 ASE の頃から作ってますので、皆さんぜひチャンネル登録と高評価で応援してください。そんな感じでこの辺にしておきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。